はい、よろしくお願いします。ネズミでございます。というわけで、脱初中級講座ですね、初中級を抜け出してこう上級クラスに行きたいと、ここ気をつけたら結構いいですよみたいなね、長年のスクールで働かせていただいた経験で、そこにあるこう壁みたいなところをこう超える、トピック方法をね、ご紹介していこうと思います。今日はフォロースルーのところですね、結構悩みが多いところですけれども、そこを分解しながら、ご紹介をねしていきたいと思います。まずオンコートでの、説明を聞いていただいて、その後補足説明という感じでいきたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。はい、では脱初中級ということで今日もやっていきたいと思いますけど、今日はストロークの、フォロースルーのところ、ちょっとねこう使い分けた方がいいですよというところねご紹介したいと思います。スクールでまあ初中級から上級に上がるとき、やっぱり相手がボレーにいるかストロークにいるかで、ちょっとストロークを変えなきゃいけない、ボレーに来ると足元に沈めましょうとかね、出てくると思いますし、あとこうロブも使いましょうとかショートクロスもとかね、いろいろこうリクエストが出てくると思います。やらなきゃいけないことが増える。そうなったときに、まあ当然スイングを変えていく感じになると思うんですよね。深く打つ、足元に打つ、ちょっとやってみますね。深くストローク打とうと思えば、深く持っていく感じになるし、足元に沈めようと思えば、足元にこうコントロールするようにしていくと。で今のところで、大事にしてもらいたいところとしては、テイクバックのところですね。ここは変えないっていうところですね。どちらかというとこの後のフォロースルーの部分、はい、ここの部分で、相手がストロークにいるから深いボールをと、前にいるから足元にコントロールしようを、変えていきましょうというところです。はい、これをですね、足元にコントロールするからスピンをかけなきゃいけないって言ってテイクバックも変えてしまう。でまた深いところにコントロールしようと、大きく振り出さなきゃいけないんでテイクバックを変えてしまおうとすると、打点の取り方がめちゃくちゃになって、全部が、ね、こうバラバラになってしまいます。はい、ですから、上級者を目指す上で、スクールの上級を目指す上で、足元とかね、こういろんな多彩なこうストロークを打つときにテイクバックの部分は今までと同じ部分に置いておいてください。でここからフォロースルーを長く取るとか、フォロースルーを短くするとか、フォロースルーを前に持っていって低くて速いボールを打っていくとか、そういう感じで、変えていくとスムーズにね、変えていけると思います。もちろんですね、フォローするっていうのは当たった後の、部分を指すので、ここだけを変えるっていうことではなくて、当然このボールに入るところですよ、ボールとラケットが当たるところにラケットが出る部分も変わってきます。足元に沈めようと思ったら当然スピンを少しかけなきゃいけないってなると、ここから下に潜り込ます量が増えたりとか、はい、あと深いところに持っていくときもスピン量を増やすのであれば同じように低く持っていかなきゃいけないし、フラットドライブで行くんだったら下げる量はちょっと少なくてもいいですし、ということで、この位置から後が変わってくるという感じなんですけど、プレイヤーの内部イメージとしてはフォロースルーを変えるという感じでこう十分変わってくると思います。良くないのはテイクバックを変えちゃうというところですね。ここは全部同じ、構えたところは全部同じで、この後の部分で深さのコントロールとか、回転のコントロールをつけていきましょうというところがポイントになります。テイクバックの肩は変えない方がいいと。で相手の球が速い時とか遅れそうな時にちょっと大きさを変えるっていうのは OK でしょうか？そうですね、そのあたりも、相手が、今は大雑把にこうベースラインかボレーかで分けてますけど、相手がボレーに来るとこのテイクバックの大きさを少し小さくするっていうのはありだと思います。今言ったみたいに全体のこうシルエットというか型を変えないっていうことですね。こう回転をかけるから急にこう低いところにこう構えてみたりとか、そういうところを変えるのではなくて、いつも同じところに引くこの形は変えないっていう意味で、今度相手が前に来てテンポが速くなる、ラリーのテンポが速くなるから小さく引こうとか、はい、相手がベースラインなのでちょっと余裕があるので、ここは少しゆったり余裕を持って後ろに引こうっていうところは変えていいと思います。はい、ただ全体のじゃあスピンをかけたいためのテイクバックにするとか、深く打ちたいためのテイクバックにするってやってしまうと良くないですから、いつも自分と同じところに引いといてフォロースルーのスイングのところでこう変えていくというところですね。分かりやすく言うと、例えばショートクロスに打つとかになると、お願いします、もう本当にすごいこう巻くような感じになると思うんですよね。この辺りも
フォロースルーで調節するという感じです。テイクバックのところから変えるっていうよりは、そこの部分で調節をしてあげようとするとこうスムーズに、変化がねつくと思います。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、悩ましいところというか、やっぱりこうどう振ろうかなってね、こうバックもそうですね、どうやって振ろうかなって僕はすごくこう悩むところなんですよ。でそこは、まあ、悩みながらやるのがこう楽しいですし、あこういう風に振ったらこういうボールいくんやとか、あこういう風に振ったらこういうボールいくんやとか、私は大きい方がいいなとか、私ちっちゃい方がいいなとかね、まあいろいろありながらこう悩みながらこうやっていくのがいいんですけど、それがね悩めるのはしっかりとしたインパクトがあるから、それからしっかりとしたインパクトの後ろにあるテイクバックがねあるからなんですよ。はい、ですからフォロースルーの大きさとかやり方はまちまちですけど、テイクバックの感じはいつも小さく、コンパクトに、後ろに置いておきましょうというところですね。まずここをね、大事にしてもらえたらなと思います。はい、このテイクバックのところが、どうしても大きく振りかぶるようになってしまったり、ボールの後ろに正確にないとやっぱインパクトがね、乱れてしまう。そうなるとじゃあフォロースルーこうやろうこうやろうってトライしてもやっぱね結果が違ったものにこうなってしまうんですよね。はい、ですからまずはテイクバックは、いつも同じところにこうセットをして、で、こういう時は長いフォロースルー、こういう時は短くまとめるとか、いろんな感じでこう試していってもらえると、いいのかなと思います。はい、スイングで大事になってくるのはまずね後ろの準備の部分なんですよ。はい、ここのところね、チェックして見てもらえるとねいいと思います。上級クラスの方を、まあ、スクールってこう並んで練習してると思うんでね、初級中級同じ時間にね、で、初中級中級上級みたいな、上級クラスで一番向こうからみたいなこう見るとですね、やっぱり打ち方、まあ、全員バラバラやと思います。いろんな打ち方をされている方が多いと思うんですけど、テイクバックのタイミングがやっぱねこうすごくいいと思います。テイクバック完了のタイミングがやっぱりすごくシンプルで、早い、はい、だから正確にボールがこう打てるという感じなんですね。はい、そのボールの後ろにこうピタッとくるところがあってからのこうスイングですから、はい、そこのところが抜け落ちてしまうとやっぱりこううまくいかないという感じなんですね。まずボールが来ました、最後こう目でボールが来たなって感じた時にその後ろにボール、ラケットが、しっかりあるかどうか、もう出すだけですよっていう場所に、まずはタイミングよく置けておくことが大事になります。はい、これありきで、まあ、あとはフォロースルーはいろいろね自分で悩みながら好きな選手の真似をしてもいいと思いますし、好きなね自分の憧れのこう上級者の方の真似をしてもいいと思います。はい、ただテイクバックは、いつもシンプルにボールの後ろに、ね、やっぱり置いときましょうというところです。はい、そこのところがこうブレてしまうと、結果ボールが入らないのですごくこうストレスになっていくし、いろんな打ち方を試しても各打ち方でうまくいくときといかないときが、ね、すごい出てくるんですよ。はい、なんでこんなどれが自分に合うんやろみたいな、なんやろみたいな感じになるんですけど、テイクバックがバチッと決まればある程度大きいフォローするでもちっちゃいフォローするでも、外側から引っ掛けるようにフローも、ボールはね結構相手コートにこう入ってくれるし、その自分の打ち方によって、ボールの軌道が変わったりとかしてこう楽しいと、で自分に合うものをその中からこう選んでいけばいいという感じに、ねなってくると思います。はい、結果としてテイクバック、めちゃめちゃ大事ですよと。テイクバックの位置、それからタイミングですよね。やっぱそこにこう素早く持っていっておくってやっぱこうものすごく、大事です。はい、中級クラスとか初級クラスの方の方がどうですか、こう周りを見てるとちょっとワンテンポ遅くないですかというところですね。あもうボール来てるやんってね、来てるのに、うん、まだラケットがこう後ろにないと。はい、上級者の方はやっぱこう球がね、速いっていうのも当然ありますけど、なぜ速いボールどうして打ち合いができるのかというと、準備が早いからなんですね。はい、準備が早ければ、テニスラケットに、ボールが当たればスピード出ます。はい、相手のボールが速ければそれに間に合って当てればスピードが出るので、お互いこう速いボールでこうラリーができると。何が速いかというと、まあ、当然スイング速いんですよ。スイング速いしフォローするの部分も速いんですけど、準備が速いんですよね。準備が速いから速いボールに対してしっかり間に合って当てれる。だから速いボールが速く返るという感じです。はい、準備が遅くなってしまうと、速いボールに対してはこう差し込まれるようになってしまって、上にポヨーンと上がるようなボールになるという感じですね。で相手のボールが遅いから早く準備するだったらいいんですけど、遅いからまあそのボールに合わせてまたゆっくり準備をすると、なんか遅いボールやねんけどちょっと差し込まれてまたボヨボヨーンと上に上がると、ちょっとこうボヨンボヨンとしてこうね、ラリーにこうなってしまうという感じになるんです。はい、ですから、フォローする大きい小さい、いろんなフォローするこう試しながら、テイクバックはいつも同じところと、はい、ここのところがしっかりできると、また上級クラスへの、ね、こう扉がこう開かれるという感じになると
思いますので、ぜひ皆さんコートで頑張ってみてください。